パンダエクスプレスの1店舗セットメニュー1例。パンダエクスプレスはアメリカ風中華料理を提供するファミリーレストランのチェーン店。アメリカ合衆国では最も多い中華料理、レストランチェーンの一つ。パンデックスと略される。アメリカ合衆国ではショッピングセンター、スーパーマーケット、空港、駅、遊園地、スタジアム、大学キャンパス、ペンタゴンなどにある。 アメリカ合衆国では37の州に1054カ所にあり、同国で最も大きな中国料理チェーン店の一つである。その他プエルトリコにもある。日本にも橋本サティ、神戸ハーバーランド、京都北山、伊勢丹京都駅店などにあったが閉店し、日本から撤退した。その後、博多一風堂を運営する力の源のホールディングスとの間で合弁会社、 アイアンド、ーラインは A ジャパンを設立し、2016年11月25日に、ラゾーナ川崎プラザ内のフードコートに最上陸1号店を開店させた。取り扱っているメニューは多く、オレンジチキン、ブロッコリービーフ、中華風チキン、牛包取り亭などがある。セットメニューとしてチャーハン、蒸しご飯、チャーメン、ミックスベジタブルなどとの組み合わせがある。 仕入れ材料の段階からグルタミン酸ナトリウムを使用していないのが特徴。パンダエクスプレスの本社はカリフォルニア州ローズミードにある。最も収益を上げているのはホノルルのアラモアナセンターにある店で年間400万ドル以上である。チップ収入に頼る低賃金の業界でノーチップ性を取り7つの習慣。 ランドマークワールドワイドの自己啓発セミナーを利用して従業員をモチベートすることでマスコミに取り上げられ物議を醸すことでも知られるパンダイン、パンダエクスプレス、ヒバチさんを経営するパンダレストラングループはアンドリュー・チェーンが父と共に設立した1973年カリフォルニア州パサデナにパンダイン1号店を出店した1983年 ショッピングモール、グレンダール・ガレリアのマネージャー、ドナヒュー・エステートが、チェンにパンダインを、ファストフード店に変えてオープンするように持ちかけ、パンダエクスプレスが誕生した。それをきっかけにして、パンダエクスプレスは全米に広まった。2004年には、ドライブスルーのある独立した店舗も作っている。2007年、パンダレストラングループは、 年間売上高1億ドルを突破し、従業員数も1万3000人を超えた。2008年、アンドリュー・チェンは、妻と共に、ラックス・沿岸商工会議所から2008年、ロサンゼルス市賞を贈られた。ありがとうございます。